主人公の中で一番強い元素は草。何笑っとんの。やってみるか。しゃーね、焼けてやるか。帰れ。何してんのこの人。仙人様、お助けください。李長。その声、李長氏ではないか。燃えよ。は、仙人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。兄弟やな。俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。人、本当にありがとう。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもオイラたちは悪いことしてないよな。三門を荒らし、あかんあかんあかん、最悪やん。我が戒めをその身に受けよ。翡翠イカ略シンくん。いやでもこれはちょっと変更報道じゃない。オイラたちにもちゃんと理由があったんだ。うっさくシンくんに言われてきたよ。3ヶ月畜養シンくんが人間にことづけを頼んだ。だとか。どっから声出してんねん。仙人って別に人じゃないやんけ。帝君が暗殺されただと。そうなんすよ。近畿滅却の札の匂いがする。あら、お前たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。いいっすか。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよ。直接狙える距離じゃないこれ。ついてこいなんて言ってないよ。天へと前。ここからじゃ上には行けないみたいだな。時代が生んだモンスター。我らの戦況を通過するとは。もうちょっと距離長くした方がいいっすよ。大したものだ。帝君が。まずい。帝君が暗殺された。誰がそんな大罪を犯した。私です。この足ええー、ななんか。いやお前、仙人が飯でなんとかなるわけねえやろパイモン。バカパイモンは可愛いな。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。殺しないです。もういい、速やかに去るがよい。はい。お前が去るんかい。 BGM いいな。俺もじゃあ弾こうかな。涙出た。たまにおらん YouTube に。すげえ感性豊かなやつ、涙が止まらないみたいな。今それ何でも泣けるやろ。エンタの神様でも泣けんじゃね。李水上山神。いや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 、龍雲釈風神君、革命的桃色怪物。俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。はい。神経螺旋の第1章第3話をクリアする。これ行くか。いやー惜しい。普通に行くしかないか、これ。どっかからどうしないためにあなたは再び北国銀行へと向かう。昨日俺、北国銀行の関係者以外立ち入り禁止みたいなエリアで20万モラが入った宝箱を無断で持ち去ったんですけど、こんな俺でも北国銀行に入れますか。日垣入れますよ。エカテリーナさん、初対面なんですけど、多分すいませんでした。皇子様はルリ邸にいます。ルリ邸。おお、ルリ邸か。聞いたことが。おい、タルタリア。いやー来たね。来たよ。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人。そいつはどこにいるんだ。あ、
ついてきて。接待を、いやこの国でいう食事会というおもてなしを用意した。いやイケメンすぎるだろ。箸難しい。俺は使えるよ。箸以外は全部タルタリアに負けてるからな。こういうとこでマウント取っていかないと。イケメンやな。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？温度の雰囲気の方が好きですね、俺は。なるほど。お前はそういう種類の旅人か。それも悪くない。最強すぎない？全皇帝イケメン。これは講師が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告して、え？また資金をもらうといい。お財布やん。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は、神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。お客さん、海水溝へようこそ。海水溝？天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。やろうよ。天然石？いらないよ。いらないパイモン。ガルネリウスじゃないわ、ヨドマリーしか。儲かってんねやろうな。この体型見ろよ、なりきんの体型しても。三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？意見を聞かせてください。ん？俺が決めるのか。いいだろう、俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。はい。お、答えは全部もらうぞ。戦国なでこかよ。欲しいものは一つだけ。全部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 。原子のガチャ引いてるときあれやな。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。いや2倍が正解だよ。モラ、確かにその問題は考えてなかった。え、どういうことなん？弱いって俺のミスだ。完全に無視されてない。ほんで渾身のボケが。パイモン、モラになってくれないか。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。これ名言ですよ。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。ガチャも一緒だよな。お金が、うわ、今月のお金が、いや、これ課金すべきかな。縛られてますよ皆さん。僕もそうです。はてな。モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラだ。あ、どういうこと、どういうこと。調理先生からお金持ちの気配がする。こんなん言って結構カツカツで泣きながら夜飯お茶漬けとか食ってた。おもろいな調理先生。人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。何言ってんねこいつ。これがセレブか。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。俺がやんの？あとは実践してみろ。天守、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。や、焼く？いけませんよお客さん。焼かれたら売り物になりません。では買わないでおこう。買わない？そんな、お客さん。こいつ足元見やがって。買い物は話し合いからですよ。観光客からぼったくろうとしやがったな。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。昨日も会いましたけどね。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。その功績を称えてってな。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄い。薄すぎだろ。薄すぎだろ。虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。てっさかよ。これ以上削ったらこちらが損してしまいます。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは、空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えば、この白片でも十分問題ないだろう。石をでもさ、そんなさ薄く切んのすごいよな。
炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。大阪の契約は不公平こそ基本やけどな。300円、それあんた開けませんわ。高い高い、あんたそんな金商売してますの。私が店主やったらね、180円ですわ。こんなもん、あんたこんなん冗談言うて開けませんわ。高い、こんなん見てみこ、恥ずかしいて。アコギやな。でそれで結局最終的に200円ぐらいで買って、おばちゃん仲間に、あんたこれ向こうのあそこで買ったなんぼやと思う。300円かな。200円で買えてん、これ200円、これなんだ、300円、賢いやろ、優しいっつって。安いもの自慢をするからな、大阪は。東京は逆よ、高いもん自慢をするから。大阪逆、安いもんをできるだけ買うね。大阪ジェントさん、プライムサブスクありがとうございます。あ、思い出した、モントで見たんだ。ダダウパの谷のコーニク族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。あれなら元素反応に耐えられるはずだ。だからね、大阪のおばちゃんとね会話するときはな、これいくらなんぼで買ったと思うって言われたときに、思ってるより、まあこのぐらいやろなって思ってるより、プラス200円ぐらいしとくといいですよ。あれで自分が買った金よりも安い金額言われちゃうと立つ瀬がないんで。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。割り込ませてもらうしかないよな。えい。あんたツイッチサブスク600円もすんの、言われそうやな。あんたプライムサブスクやったらただやで、ただっつって。あ、こぎな商売してるわ。かわいそすぎやろ、ヒルチャール。実験に利用させてもらおう。3番のヨドマリーショーください。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリーシを必要とされているんですか？転売。総選。確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でもそれはつまり、岩王帝君は本当に信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで。え、すごっ。その時この海水溝のサジで料理を召し上がったとか。まあ、焼肉屋とかによく芸能人と一緒に写真撮ってるやつみたいな感じ。もう過去のことですが、サインもらっとけばよかったのにね。岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、え、このヨドマリ石は半額で構いません。もうちょっと負けてよ。どういいのか、今まであんなにケチだったのに。やめろ、そんなこと言うの、お前パイも。お前、岩王帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。うん、商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。ほんならただにした方が私はええと思うで。私ならそうするけどな。店主、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。え、半額からさらに値切る感じ。まあ、もともとその定価があるじゃないですか。で、どうにかして半額まで持っていこうと思って交渉を始めて、いきなり半額になったら、普通の人は、あ、よかった、半額にしてもらってありがとうございますってなるけど、もう大阪は、これ初動で半額いけたなら、もっとその半額までいけるはずや。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら、金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし。ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどタダじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。いつも勝利先生もええとこの人すぎるやろ。うん、ない。え、ん、ん、君何が何が
何？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。大阪？